どうも、会議室カードゲームクラブ、パツキです。ギャンブルです。キャニです。はい、本日の議題、読み解け、マイナー用語クイズ。絶対無理。用語カードじゃなくて。はい。絶対無理だわ。マジック・ザ・ギャザリングには、たくさんの専門用語があります。公式が定めている用語もあれば、プレイヤー間で広まっていった用語というのも存在します。あ、そこまで含めんの？今回はこちらのたくさんある用語の中から、普段目にしづらいマイナー用語に注目してクイズを作ってきます。こちらに関するクイズをキャニーさんとキャンブさんに答えてもらおうと。基本的にさ、わからないからって諦めちゃダメで。まあ正直 YouTube いっぱい見るからね。なんか行ける気がする。4択クイズを前後も出題しますと。出題はマジック・ザ・ギャザリング・ウィキの用語集ページより出題しますと。正解数が多いのが初代マイナー用語です。今さ、王の称号を持ってるのさ、はい、キャニーさんがさ、クイズを持ってるみたいな。時間がかかってる。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。マイナー用語クイズ第1問。グッピーという用語があります。知らねえ。グッピーとは何を言う用語でしょう。え、でもこれあれでしょ、クマとかと同じ感じだよね、多分ね。今から選択肢出します。おお、はいはい。では A01 のクリーチャー、 B 初心者プレイヤー、 C レアリティの低いフォイルカード、 D 不利なトレードをしてしまった人。ああ、もう分かったわ。マジで多分結構自信ある。俺は全く分かんないから。はいはい、考察する。ね、まずグッピーから想像できるのは、まあ多分魚じゃん。うん、だからそこから見ると、まあ01クリーチャーとか、うん、けど、多分グッピーってなんかこれじゃないんじゃない？グッドなんちゃらとかさ、ね、レアリティに低いホイールカード、ホイールカードだからグッドだけど、P の方はなんか、ピーナッツみたいな。うん、グッドピーナッツみたいな。いや、俺もめっちゃ痛い。俺自分の考察。え、でもさ、これめっちゃ考察言ってさ、外れたらマジ嫌なんだけど。じゃあ、俺決めた。俺も決めた。じゃあせーので ABCD を言ってもらって、その後になぜこれを選んだのかみたいなのを聞いていきます。はい、はい、じゃあせーの C、うん、お互い C。 俺はさっき考察した通り、なんかグッピーなんかの略かなと思って、はいはい、グッドなんちゃらって考えたから、あ、ね、まあ、ホイールだからグッドだけど、うん、まあ、レアリティ低いだから P の言葉はちょっと思いつかないけど、はいはい、それこそピーナッツとかじゃないって思ってる、うん、いや俺絶対当たってると思うけど、うん、グッピー派手じゃん。派手だけど、うん、グッピーって単価安いじゃん。だから、そういうイメージで、多分 C だと思いました。じゃあ、お互い C ということで、正解を見ていきましょう。正解は、こちら。D。全然違う。全然違う。まあ、俺はまださ、ちょっと予想だったけどさ、ハニーさんは分かったみたいな顔して言ってたじゃん。自信満々。自信満々。クソダサい。うっそ。あ、でも、シャークトレードの餌食になっちゃったって意味なのか。あ、そういうことか。多分そうだね。グッピーとは何を意味する用語かっていうと、まず極端に不公平なトレードによって利益を得る子、これをチャークとかシャークトレードって言います。これはもともと高利貸しや悪徳金融のことをアメリカでシャークと表現したから呼ぶようになりました。で、それに対応する形でサメに食べられる小魚という意味合いで不利なトレードをしてしまった被害者のことをグッピーと呼ぶ。なるほどね。サメに食べられる小魚という意味でグッピーっていう感じだったんだ。そうですね。なるほどね。これもちょっと次から考察引き換えるわ。いや、わかんない分考察していかないと。そうそう。あ、いい問題。はい。はい、では次行きましょう。第2問。象徴的クリーチャーという言葉がまずあります、うん。理念を体現する魅力的な象徴となっているクリーチャータイプが各色に存在するんですね。例えば、白だと天使、黒だとデーモン、赤だとドラゴンという感じで、各色に象徴のクリーチャータイプがあります。なるほど。では、問題です。緑の象徴的クリーチャーはどれでしょうか、うん、A. ワーム、うん、ワーム。 B. エルフ、エルフ。 C. ドルイド、ドルイド。 D. ハイドラ、ハイドラは決まってるの、公式として決まっているらしいです。これは決まってる。もう早い。え、決まった、うん、いや、これむずいね。まあいいわ、決まった。はい、ではせーの、 B. B.B、エルフ、エルフ、エルフ。いや、俺考察があるちゃんと。これ1個前のページは、うん、これヒントになっていて、気づきました？全然なかった。天使、デーモン、ドラゴン、その次に並ぶんだったら、うん、エルフでしょ。いや、それが意味わかんない。いやいや、ワームなんてさ、もう虫じゃん。MTG に登場するワームは、牛という意味のワームとは別物です。ワームとエルフだったら、エルフの方が古い気するんだよね、ハズレが。デーモンとか天使とか言ってんのにさ、その横にさ、ハイドラ来る？え？デーモン、天使、ドラゴンって来て、ここエルフじゃなかったら、勝ち込みだよ。どこに？どこか、ウィザーズに。では、正解見ていきましょう。
正解はこちら。D。やめた方がいい。いや、てかね、違うわ。やっぱ、はずゆきさんの裏を読むべきだわ。でね、すぐね、と意地悪なことしてくるから。どうせ F 選ぶだろうなって思いつつ多分作ってるから。いや、俺、入ったら思ったけどね。まず、緑の象徴的クリーチャー。これ、初期はワームが緑の象徴的クリーチャーだったみたいです。うん、そうなの。ただし、ワームはプレイヤーの人気を獲得できなく、象徴の中から下ろされてしまいました。ちょっとね、ダサいもんね。ワームかっこいい、ワームデッキ作ろうっていう人があんまりいなかったんですね、うん、で、その後何にしようってなった時に、当初は赤がメインだったハイドラが緑に移され、緑の象徴的クリーチャーとなったと、あー、そうなんだ。やっぱりその O を取りに行くっていうのに対して、うん、ちょっとあれだったわ、お気に入ったところがあった、うん、ちょっと反省します。はい、ではその反省を踏まえて次の問題いきましょう。はい、第3問。次のうち戦場に出た時の能力を表さない用語はどれ？はい。A、PIG、B、187、C、CIP、D、ETB。え？え？決めたわ。マジ？ただ、考察もクソもない。ちょっと違うとこから考えれば、はいはい、さっきの問題が答えが D で、はい、その前が答えが確か。両方 D かな。両方 D だった。ってことはもう3連続 D はないから、で、人間は一番最初に正解を持ってくの結構嫌がるタイプがあるから C の CIP にするわ。俺は A。A。PIG。うん。コンセプト言いたくねえんだよな。なんですか。確か C の CIP は言うんだよ。戦場に出た時能力 CIP って。あ、もう、聞いたことがあるってことですか。そう。CIP。だから一番最初に消したのは C。はいはい。で、ETB もなんか聞いたことあって、で、187はそれを正解に持ってくるのはないんじゃないかなっていうところで、A。しました。はい、では正解を見ていきましょう。正解はこちら。 A、PIG。 一回目の正解です。これは難しい。何も分からなかった。 CIP が一番メジャーだよね。一番メジャーなのは多分 ETB ですね。 Enter the Battlefield。 あー、本当だ。戦場に入ってくるって頭文字で ETB っていうのですね。CIP が Comes into Play、うん、これもゲームに入ってくるっていう意味で戦場に出た時の能力、うん、187クリーチャーっていう言葉があって、これはカリフォルニア警察の殺人事件コードが187であることに由来している。昔ネクラタルっていう戦場に出たらクリーチャー一体破壊できるっていうめちゃめちゃ強いクリーチャーがいて、こいつが断殺をしまくっていたことから、こいつが出たらおい187だよみたいな、アメリカの方で呼ばれていたんで、187クリーチャーという言葉が生まれました。めっちゃ勉強になるやん。まあ、PIG は、put into a graveyard ということで、墓地に置かれた時とか、うん、死亡時の誘発能力を PIG と呼ぶ。そう、僕なんか頑張ってさ、英語の頭文字だからなんかやろうと思ったんだけど、全然できてもなくて。勉強になるな。はい。よっしゃ。次、第4問行きましょう。ストームチという言葉があります。ストームチっていうのはメカニズムがスタンダードで再登場する可能性を強化した数値。もともとストームというメカニズムが存在して、これが強すぎてあらゆる環境で暴れまくったんですね。この結果、マジックのカードをデザインする人がめちゃくちゃ再録するようなメカニズムを1、まず再録されないものを10とすれば、まあ、ストームは10だなということを言いました。じゃあ他のメカニズムはこの10段階の中でいくつなの？質問が結構来て、それを答えていったら、まあ、メカニズムがどれぐらい再録されやすいかみたいなストーム値っていうのが決まっていきました。はい、でこのストーム値他にもバリエーションがあって、次のうちプレインズウォーカーに関する値はどれと。 A、ラバイア値、 B、リールベルト値、 C、ベンセール値、D、ビーブル値。ストーム値と聞いて、はい、来たと思いました、はい、ただ問題は完全に中鍋上から来てわかりますよね。でももしプリンズウォーカーだったらなんとなくあったなって思うの1個ぐらいしかない、一番再録されづらいと言われているプリンズウォーカーがこの ABCD の中に1人いるんで、そうなんだ。一番プリンズウォーカーっぽいやつを、うん、いらっしゃる。はい、じゃあせーので回答お願いします。せーの、 B。 また一致した B。 B、リールベルト値、うん、はい、では正解を見ていきましょう。正解はこちら、 C、ベンセール値。ベンセール、ベンセールさんがいたんですね。なるほどね。なるほどね。ベンセールはこちらプレインズウォーカーで、なんか
理由は分かんないですけど、あんまり人気が出なかったのか、体力が今、一番薄いという状態になってます。そうなんだ。レンセールは師匠であるカーンを助けるため心臓を差し出したので、ストーリー上再録が難しいだけなんだよ。適当に人気がないとか言ってんじゃねえ。こちら、ラバイガは、次元や舞台に関するストームチみたいな形に。一応あるんだ、それは、話題は。はい。ラバイア事件っていうのがあったんですが、アラビアンナイトを舞台にしてるんですけど、アラビアンナイト何もひねりなくマジックをプレイしてしまったんで、その後展開しようがないみたいな感じで、再録はしないだろうって言われてます、ね。なるほどね。次、ビーブ。これがクリーチャータイプに対するストームチと同じようなやつ。明らかに、コミカルすぎて現在のスタンダードに世界にマッチしないので再録しづらいんだっていうのがあります。リールベルトはハンターハンターで車椅子。いやだよ。だってあれでしょ。相当のヘビにいる二重層みたいな。あ、なんか聞いたことあるなと思ってリールベルトにしちゃったけど。あいつ、ハンター、ハンターだわ。まあ、こいつもきっと再録しないでしょ。再録しないね。うん。ないね。失礼だな。やばい。これ最後の問題ですか。これ最後です。ってことは ?5 億点 ?5 億点。最後は5億点で。よかった。では、最終問題、5億点の問題いきましょう。次のうち、マジック・ザ・ギャザリングに存在するメカニズムはどれ？はい。A、打診。B、勝力。C、空将。D、馬術。まあ B はあれでしょ、シャオリーでしょ、シャオリーでしょ。B はシャオリーで、うん、これで考えるとなんだろうな、空将馬術打診、空将と馬術はさ、それを使えるカード自体が少なそうに見えるよね。俺多分どこのエキスパンションのやつかも言えると思う。おお、それはすごい。マジ、うん、見えてますね。見えてる、診断だから。いや、わかんねえな。さっきのさ、リールベルトといい、シャオリーといい、うん、だからなんかあんじゃねえかなと思っちゃってて、打診、うん、とかね。はい、決まりました。はい、僕も決まってる。では、せーので答えを、はい、お願いします。せーの、D。D。お互い D。D。うん。え、スカツさん、俺絶対勝たないじゃん。はいはい。うん。ちょっと A にしよう。いや、絶対しない。だって、俺 D で言えるもん。エキスパンションまで。うん。だもうこれは、僕が A に。あ、ギャンブルを、はい、あの恥を覚悟でパジャンって言うわ。 D の馬術は多分京都三国志に入ってるメカニズムのはず。はい、では正解を見ていきましょう。正解はこちら、 D 馬術。あ、やっぱ馬術なんだ、うん、馬術というメカニズム、こちら、このクリーチャーは馬術を持たないクリーチャーによってはブロックされないっていう、法の別バージョンですね。あ、そういうことなんだ。キャニさんがおっしゃった通り、ポータル三国志という世界観で登場したカード。うん、ただし、ポータル三国志自体が、さっきのラバイアチっていうところでかなり再録されづらいっていうので、この馬術自体も再録が、可能性が低いメカニズムとなっております。うん、なるほど。ちょっと他の選択肢気になりますね。打診、勝力、空将。これ全部、バキの技です。やってるよな。こっち側当てられたら重要点なのが良かったね。確かにクレファの使った出汁みたいな、うん、いやいやいや、俺バキそこまで知らない。成績発表。結局5億点1対0。初代マイナー用法はキャニーさんです。やばい、言い方やばい。ありがとうございます。これやばいですね。いわゆるその会社の中での立ち位置、はいはい、立ち位置はこれ会社の中で言うことない。いや、転職とかするときにかける。あー、転職。初代マイナー用語というわけで、マイナー用語クイズでした。うん、本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また次回の動画をお楽しみに。こいつ名前わかんねえよ。わかんない、絶対名前わかんない。サダソ。